い、ATB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日はお昼配信をやっていくよと。ちょっと待ってね。お待たせ。今日はね、多分途中で一回止まります。今ね、充電が 38% とかなんで、そう、おそらくね、途中で一旦あの配信が切れることがあるかもしれません。一回ね、その充電 20% になったら 20% になりましたっていう通知が来るんですけど、それと同時に一旦配信止まるんよね。だからちょっと先にお伝えしておきます。元気だよ。はい、今日は金曜日です。皆さん、今日一日頑張れば土日が待っています。頑張って。そして明日はね、さきさんのバースデーイベントがあります。参加させていただきます。一緒にさきさんの誕生日をお祝いしましょう。来てくださる方はハッピーバースデ楽しもうぜ。さあ皆さん、今日はお昼ご飯何食べました？お赤飯のおにぎり、牛丼、美味しそう。ネギトロ巻き、いいね。おにぎり、
あ、具材は何ですか？何も入ってないタイプかな。かき揚げうどん。おお、美味しそう。何食べようか考え中。じっくり考えてください。混ぜご飯いいな。梅と昆布いいね。昆布か。今なんかすごい変なイントネーションだった。幕の内弁当いいですね。カップヌードルのシーフード味とサラダいいな。カップヌードルのシーフードって美味しいよね。海苔弁当いいね。青さの味噌汁美味しそう。あかりんの TBC 祭り来てほしい。めっちゃ急な。どうして？まあでもね、確かにいつなんだろう。宮城なぁ行きたいなぁ。牛タン食べたい食べ物のことしか基本考えてない。来月22、23。あーでもその時はあれだな、多分コンサートの練習がちょうどもうラストスパート迎えてる頃なんで無理かもね。まあただ私が全然あいけるいけるって言ったところで出れるかどうかはまた別の話ですけど、ね、コンサート終わったら卒業公演、まあそうなるでしょう、そうなるでしょうね。まだね卒業公演の日程は発表されてないので、そう。卒業公演当てたいです。ぜひ当ててください。
まあ皆様ね、まあそのファイナル、その現チームファイナルコンサートがどんな感じになるのかね、まだまだこれからっていうか、これからなので、そちらを楽しみにしていただけると嬉しいです。うん、バースデーイベントに着ていく服はもう決まってる、だいぶ前から。昨日反動でめちゃめちゃ寝てた。いいこと。そっか。卒業公演の日はそんな、卒業公演じゃなくて間違えた。そんな卒業発表の日寝れなかったか。もう卒業発表が2日前とかになるのか。早いな、時の流れって。まあな、まあ卒業に関しては私もいっぱいやってきたけど、そう、やっぱ遅かれ早かれいずれはみんな卒業しちゃうから、それが今なのかもっと先なのか、それは本当にそれだけの違いだから、多分ね、もしかしたら一生 AKB ですっていう人ももしかしたらいるかもしれないけど、だからもう押せるうちに押しとこう、みんな会えるうちに会っとこう、本当にって私は思うね。AKB の私はね、もう今のうちしか会えないからね。もうそう、8月の卒業公演終わったらもう会えなくなっちゃうから、 AKB の私には。だからアイドルの私が好きな方は今のうちに会いに来てください。なんかすごい前髪ボサボサじゃない？
でもまだね、その卒業おめでとうとかね、卒業後のことはまだ語らないでおこうね。まだだって先の話だからさ、まあ、2ヶ月ちょっととかなんだけど、2ヶ月弱か2ヶ月ちょっとなのかあれなんですけど、まだ先の話だからさ、今はまだね、そんなもう卒業後のなんて難しいな、卒業しても何々なんだろう難しい、なんて言えばいいか分かんないけど、そうまだね、そのコメントは私が卒業公演終わってからにしようそう、今日ねご飯炊く時間1時間早めに早めに設定しちゃってさ、ちょっともうショック受けました。だいたい私炊きたてのご飯食べたいからさ、ちょっと1時間1時間って思いながらも、まあいいかって思って、そう、そう、だいたい1日分炊く、私はそう、でも次の日とか絶対忙しくなるなみたいな時はもうちょっともうちょい多めに炊いといて、だってもういちいちセットするのね、忙しいのにセットするの面倒だから、まあ忙しいって言っても例えばそのお昼は外で食べる時とかはもう前日に 1.5 合、まあ2合まではいかないけど1.5 合ぐらい炊いとい、 1.5 合じゃないな、もうちょっとだけ多いか、2合まではいかないけどねっていうぐらい炊いといて、まああとは冷凍しとくね。そう、炊飯器洗うのもちょっとね大層いから、とか冷凍ご飯があの朝昼晩の分たまったら、その次の日はあのご飯炊かずに冷凍ご飯食べるっていうこともある。っていう感じで私はやってます。
そうですね、まあ、お米の銘柄はあんまり考えたことないんだけど、最近食べて美味しいなって思ったのは秋田小町ですね。そう、秋田県に旅行行った時に秋田小町食べてめっちゃ感動したの覚えてる。まあお米は基本的にどこのも美味しいんだけどね。でも初めてさ、その私初めて外国行ったのがグアムだったんですけど、小学生の頃に、その時にね向こうのお米を食べたんだけど、まあ初めて日本産じゃないお米を食べたわけなんですけど、あれ日本のとなんか全然違うなってやっぱ思って、そうそう、まあでもどんな味だったとか思い出せないんだけどね。そうなんか、まあそれがあいつも食べてるのと違うっていう、まあ違和感はねちょっと感じたよね。美味しかったんだけど、そうそう、あいつもと違うみたいな感じはすごい知った。うん、そうそうそう、米の粒長いものとかありますもんね。そう、懐かしいな。はい、まあ今日はね金曜日、まあちょっとお昼の配信はここら辺で終わりにするんですけれども、まあ今日も金曜日皆様頑張っていきましょう。あの午後からもね頑張ろうぜ。じゃあランキングを読んで終わりにしますね。13位から13位ヒロアンさん、12位カリネコでも好きだよさん、11位川端慎二さん、10位マモさん、9位飯田ひろゆきさん、8位アキラ787方言営業中さん、7位プレジョンさん、6位アーティーさん、5位ロミツさん、4位夏目さん、3位お味噌汁さん、2位はやちゃんさん、1位がカラスのかっこさんでした。はい、それじゃあ今日の夜も配信するのでよかったら見に来てください。それじゃあまたね、また夜の配信でお会いしましょう。またねー。